お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは、海外、世界一旅しやすい国なのに、日本旅行の不満を投稿した女子学生が大炎上、をお送りします。今回は、現在、シンガポールで大きく取り上げられている話題からです。友人たちと一緒に日本を訪れた19歳のオードリー・チェンさんは、帰国後、シンガポールの若者向けネットメディアに日本旅行での体験談を投稿。すると、その内容がひどすぎるとして、ネット上で大炎上してしまいました。以下が問題になっている部分です。友達との休暇は、すべてが虹色で輝かしいものだと思っていました。ですが、予想よりもはるかに難しいものだったんです。私のように早起きが苦手な人間にとって何より大変だったのは、日本では時間通りに行動をしなければならないということでした。例えば、バスの予定到着時刻が17時1分の場合、17時2分には、つまり、たった1分過ぎただけなのに、すでに行ってしまってるんです。そのせいで、私たちは、予定を大幅に変えなければなりませんでした。このオードリーさんの体験談が、まず、投稿元のサイトで炎上し、さらに、その炎上ぶりを、シンガポール最大のメディアが複数回取り上げたため、炎の勢いがなかなか静まらない状態が続きました。ここで関連投稿に寄せられたコメントをまとめましたのでご覧ください。海外の反応。ようこそ日本へ。スケジュール通りに物事をこなせない人間は脱落することになるぞ。海外で思いがけない体験をするのは普通のこと。それに、卒業旅行で日本に行けたんでしょ?そのことをラッキーだと思わないと。時間を守るっていうのは美徳だろ。そういう資質が今の若い子たちには欠けてるんだよ。日本は、その規律の高さや細かな点&正確性にこだわる国で知られてるのに。もうちょっと大人になりましょう。最近不満と捉えられかねない体験談をネット上に投稿する人が多いよね。でもさ、俺たちはたとえ同意できないとしても、ただの情報として読んで、笑えばいいだけだと思う。誰だって、それぞれ違う問題を抱えてるわけだし。一人で東京に行ったけど、大変な思いなんてしなかった。移動が簡単だし、電車は英語での案内もある。お店のレジの人が私より完璧な英語を話してて驚いたこともあるし。初めての海外旅行で日本に行けるのか。しかも19歳で。日本に行くなら世界一時間に正確な国ってことを知っておくべきだった。あの国では公共交通機関はいつだって時間通りなんだよ。自分は日本に行って一人で各地を回ったけど、電車の乗り換え以外は全く問題なかったよ。何かあれば日本人に尋ねてありがとうと伝えよう。南極に行くわけじゃない。日本なんだから旅は難しくないはずだ。僕の初めての海外旅行も日本だった。2000年のことだ。成田空港に着いた時点で完全に迷子になって、さらに凶悪な東京の路線図と対峙した時にメンタルをやられたさ。しかも、標識に英語も少なくて、Wi-Fi なんてなかった時代だ。だけど、そういった旅の難しさが僕には楽しかったんだ。多分、冒険したいという思いは人間の本能なんだと思う。日本が時間に正確な国ってことは超有なじゃん。交通機関は常に時間通りに出発するんだから。19歳で日本に行ける時点で君は恵まれてるよ。日本は Wi-Fi と Google マップがあれば難しくないでしょ。標識には
英語と中国語も併記されてるし、私は一人で行く外国としてはベストの国だと思ってる。自分のしたいことを何の心配もせずにできる国だから。日本は全ての若者に一度は行ってほしい国だと私は考えてる。時間をとても大切にする国だから。一流の国ではタイムイズマネーなのよ。いや、みんな日本好きすぎかよ。さて、当然ですが、国が違えば言葉も文化も違ってきます。日本人にとっては当たり前と思っていることでも、海外からやってきた外国人にとっては非常識で、とても驚かれるようなことが結構あります。ここでそんな日本独自の文化と日常の風景について紹介してみたいと思います。1. 電車の運行時間と停車位置の正確さ。海外の電車は時間通りに運行されないケースがよくあります。シンガポールの女子学生の反応からしてもこれはよくわかると思います。国によっては数十分単位で遅れるところもざらにあります。そもそも海外の多くは日本の運行ダイヤのように分刻みで時間が決まっているわけではないようです。ゆえに日本の電車がきっちり時間通りに運行されていることに驚くと言います。またそれ以上に停車位置が指定されていて、その指定位置に正確に停車することにはかなり驚くのだそうです。 2. バス停がある。バスの時刻表がある。電車ほどの正確さはありませんが、バスの路線図や時刻表は当たり前にあるものだと思いますよね。しかし海外ではバス停さえないところもあります。え、じゃあどうやって乗るんだと思いますよね。これについてはバスが通るルートに立っていればバスが止まってくれるというシステムになっている国が多いようです。日本ではバスも時間通りなの？との声を外国人からよく聞きます。 3. 学校に部活動がある。海外には部活動がないのでこのシステム自体が珍しいのですが、日本には甲子園や全国大会などがあり、かなり真剣に活動に取り組む学校が多いことにも驚くようです。そして学校の友達と一緒にスポーツを真剣に取り組めることは憧れでもあると言います。 4. 日本の自動販売機の量と種類の多さ。海外には自動販売機があまり設置されていません。理由は襲われてお金が取られてしまう可能性が高いからです。つまり自動販売機が多くあるということは治安が良い証拠なのです。扱う商品もお酒、タバコなどの年齢認証が必要なものまであることにも外国人はとても驚きます。 5. 治安がいい。何と言っても日本は治安が良くとても安全です。京都のような人が多いところでさえ自転車や家に鍵をかけない人が多くいるほどです。カフェではテーブルの上に自分のスマホを置いたまま注文に行きます。これは海外ではできないですね。 6. 靴。日本では靴を何回も履き替えます。家、ゲストハウス、一部のレストランや美術館に入る時でさえ靴を脱ぐ必要があります。スリッパを渡されることもしばしば。トイレに行く時にはトイレ用のスリッパに変えます。土足文化の海外の人たちはこの文化の違いにはとても戸惑うようですが、清潔感があって素晴らしいとの声も多く聞かれます。 7. 新幹線が揺れない。旅や出張の足として日本人の生活に馴染んでいる新幹線ですが、鉄道先進国のイギリス人であってもスピードと安定性は驚くことのようです。当たり前と感じていた日本の技術は世界から見れば素晴らしいものであることを改めて気づかされます。 8. 電車が
数分遅れただけで謝罪するアナウンスが丁寧。数分の遅れでも謝罪アナウンスが流れる日本。私たちにはごく日常ですが、外国人にとってはものすごく丁寧なサービスに感じるのだそうです。確かに海外を旅していても電車が時間通りに来る国の方が珍しいような気がします。ちなみに運転見合わせなどのテロップがテレビに出ることにも大変驚くと言います。 9. アニメのクオリティがすごい。日本のアニメは映像、ストーリーともにクオリティが高く、多くの外国人を虜にしています。近年では君の名はや鬼滅の刃などの作品が国内でも社会現象を巻き起こしましたね。ちなみに親日国台湾の市場ではおなじみの日本のキャラクターグッズが至る所で販売されています。聖地秋葉原にも毎年多くの外国人アニメファンが訪れており、いかに日本のアニメが海外の人たちの心を掴んでいるのかが伺えます。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、何かとルーズな国からしてみれば、日本の自己厳守の文化は確かに生きづらいのかもしれません。でも、私としては、どう考えても、公共交通機関が時間通りに来ない方が予定は立てにくいのでは？と思ってしまいますね。笑み。日本の治安の良さも、他の国では考えられないレベルですし、住むならやっぱり日本ですね。税金は高いですけどボソ。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。